アイドルグループ、乃木坂46の梅沢南、ヨダ、のぞみ、筒井あやめが、同グループの後期生が昭和、生の名曲を歌唱本格的なコントに挑戦する、本テレビ系音楽バラエティ、超、乃木坂す、誕生。毎週月曜日に1時29分2時59分のライブ公演に、ゲストでする。同公演は、超、乃木坂スター誕生。 ライブと題し、これまで挑戦してきたカバー曲の数々を番組飛び出し東京代々木第一体育館で披露する様々なキャラクターを演じて好評のコンにも生挑戦。グループの楽曲パフォーマンスを行い、成長し続ける5期生の新たな魅力とチャンジが満載のライブになっている。全3公演の地12月16日夜公演に梅沢3期生。 17日昼公演に、ヨダ、3期、17日夜公演に包い、4期生がそれぞれ出演する。5期と、歌でのコラボレーションはもちろん、生で戦するコントにも登場。過去に、同曲系、野木座、スキッツアクトに、2020から21年で、数々のコントに挑戦した経験を、3期生と4期生が、5期生とどんなキャラクター、噴して共演するのかも、 見どころとなる表を受けて、梅沢は、ご寄生たちが、可愛く、墓、く、かっこよく、可憐に、様々な楽曲、向き合い歌い踊り、新たな魅力を毎度見せて、レル、乃木坂スター誕生。には、先輩の私として、感謝しています。そして、何より、オズワルドさ、の存在が心強い。心からありがとうございます。と感謝。そんな感謝の気持ちも込めて、 そして、やからとしての迫力も込めて、挑ませていただき、かわいいご寄生たちのステージにより彩り、加えられるよう頑張ります。お楽しみに。時を高めた。